はい、こんにちは、こんばんは、シャダです。今回はですね、サムネイルタイトルにある通りついに実施されましたレアリティ SS ランク、まあ、それについてねちょっと語っていきたいのと、まあ、実際ね SS ランクというものはどういうものなのかというと、いや、まあ、めちゃめちゃかあのねガチャもね見ていきたいなと思います。その前にですね、ただいまの現在の時刻が4月25日土曜なんですけれども、お知らせを見ていきましょう。タイム、まあ、お知らせはですね、まあ、特に変わったことはなく、まあ、A ランク2次チーム確定ガチャ、これサムネね右にある通り引いたんで、今見てない方は見てください。あとはですね、 TS もね30連引いたんで、見てない方は見てください。まあ、それだけかな言うことは。まあ、撮影日はですね4月25日でして、アップロード日はその26日でね、あさってにはですね27日にはターニングポイントで爆速ランキング走ってるんで、まあ、その途中経過の、まあ、動画をね作りたいかなと。でただいまの4月25日の時点でのランキングねちょっと見ていこうかなと思います。こちらねちょっと画面はちっちゃいんですけれども、左画面見てもらった通り、私今ね爆速ランキングしておりまして、2300万、走っております。順位が1893位、イベントボーナスが 520% ということで、まあ先行逃げ切り型やね。まあ、25日撮影なんですけども、この後も走りまして、とりあえずですね前回のランキングの1万円ボーダー3600万までは、まあ、爆速先行逃げ切りで走りたいかな。あとはね調整していきまして、まあ、大体予想とすれば6000万とね、まあ、他の配信者さんも言ってるんで、まあ、6000万あたりかなと。でエナジースはね、まあ、1万課金しまして、エナジースなんですけれども、キャンペーンのやつと、まあ、残りのエナジースで370エナジー、まあ、現在使いまして、あとはですね760エナジー課金したうちの60エナジー使ったんで、370+60で430か、ただいま430エナジー使いまして、この累計ステージポイントでございます。あとはですね、まあ、不屈のドリンクが110にあるんで、まああとはですね課金分の700エナジーでストップして、まあ、これね不屈のドリンクが110にあるということで、まあ、これらを先にね全部使っていきたいなと思います。110にあれば1000万ぐらいかな、多分ポイント稼げると思うんで、まあ、3300万か、まあ、今日全部ね、使い切りたいなと思います。まあ、さっきも言いましたけど、27日の動画、まあ、途中経過 TS 第1弾のね当たり選手、まあ、5分ぐらいでパッとねまとめて、まあ、動画にしようかなと思っております。はい、ということでですね、まあ、ここからねレアリティ SS についてね話していこうかなと思います。まあ、これがですね4月23、24どっちか忘れたんですけども、 PS4 版プロ野球スピリッツ2019のアップデートがされましたと。まあ、そのアップデートによりまして、まあ、皆さんね結構最初の時期はドリームリーグにね課金してる配信者さんたちもいたんですけども、ほぼやってる人はいないと。まあ、そのドリームリーグにて新しいレアリティ SS が登場いたしました。まあ、詳しいことはね話すより、まあ、動画で見た方がいいんで、まあ、とりあえずですね、まあ、ガチャを引いた動画をね見てもらおうかなと思います。どうぞ。はい、ということでですね、前にですね今余談のね話がありまして、ここから本番やっていこうかなと思います。なんとですね、まあ、ドリームリーグねプロスピ2019年でね、プロスピ2019年はですねドリームリーグというねモードがありまして、一番最初出た時かな、結構ねガチャじゃないエナジーにお金をですねいっぱいねつぎ込んでる人いたんですけど、もういないね1年経ってそんなにやらないもんかというぐらいなんですけれども、まあ、今回はですねプロスピ2019年がアップデートされて、まあ、2020年バージョンになりましたと。でそしてドリームリーグもですね2020年バージョンでアップデートしたんですけれども、これ秘宝なのか朗報なのかわからないですけれども、なんともですね新レアリティが登場いたしました。まあこれがねどう影響するかわからない、やっぱねアプリ勢っていうのがねめちゃめちゃ多いんですけれども、そのアプリに新しくね新レアリティ SS ランクがもしも仮に登場したのであれば、結構ねユーザーは減ると思う。まあ個人的な予想であるんですけども、 SS レアリティはねこのドリームリーグだけなのかな、多分アプリ前に出たらもう完全にプロスピエース終わると思ってるんで、いやそれはねないと思うよね。ドリームリーグの新しい機能としてね、まあ追加されたのではないのかなということですね。まあスカウトね引いていこうかなと思います。ドリームリーグはですね右上の、ね、画面にねエナジーがあるんですけども、なんかリーグランク1昇格するごとに10連ガチャ引けるエナジー分もらえるんですよ。まうん、なんかね、まあ、このドリームリーグもねコナミさんをなんか諦めてるのかなっていうぐらいめちゃめちゃエナジーもらえるんよ、アプリ版と違って。まあ、やってる人がやっぱ少ないかな。まあ、ということでね、まあ、ガチャを引いていこうかなと思います。1910あるんでね、これ課金してないよ、課金せずに、まあ、1910かありますと。これね今回開幕記念スカウト、右見てください、自チーム A ランク以上の選手1人確定で、2回目が S ランクの選手確定、3回目見てください、
SS ランクの選手確定と、いや何なのこれはと。で、あとはね、サムライジャパンも来たんですけど、なんとサムライジャパン元から SS と。いや、SS ランクの山田さんもおるし、まあ、山崎、鈴木誠也選手、坂本さんおる。まあ、これもね、まあ、引けると、いや、どっちはまあ、サムライ開幕記念の方ね、まあ、引いていこうかなと。え、待って、開幕記念の、あ、選手、登場選手だっけ？あれ、登場選手見られへん。はい、ということでね、いろいろ考えた結果、もう、サムライジャパンの方を引こうかなと思います。このね、開幕記念スカウトで SS ランクが、まあ、確定なのが、先発陣、エース枠と、あと、まあ、一塁手かな。まあ、それらの選手が来るんですけれども、それやったらね、サムライセレクションの SS 狙った方がいいのかなと。山田選手おる、山崎選手おる、鈴木誠也選手おる、坂本選手おる、で、山岡さん、岸さんと。まあ、結構、こっちの方がね、レアリティ、でも12球、まあ、こっちの方が多分いいと思うんでね、確率的には。まあ、侍ジャパンの方をね、って引いていこうかなと思います。ということで、うん。まあ、どっちもね、引きたかったんですけれども、ちょうどね、エナジーが足りないよ、ちょうど、あと40エナジー。で、課金するにもね、なんか微妙な数字なんで、まあ、侍ジャパンセレクションだけにめちゃめちゃ簡単、セレクションだけ引いていこうかなと思います。ということで、行きましょう、250エナジー。SS ランクか。ガチャ演出はね、変わってないかな、1年前と。まあ、一瞬の感じと。ということで、行きましょう。まあ、金が出ればいいと。うん。これ、青は A ランク以上。確定なんで。スキップやね、もう。おーおー、安崎投手。2枚出たね。山岡選手。あれ山岡、あ、B ランクか。ということで、行きましょう。2回目。うん。何が来る、まあ、次これ S ランク以上確定かな。あ、これ S ランク金やね。S ランク確定やね。よし。これゴールドなんで、S ランク確定。でも SS ランク確定ではないと。じゃあ SS ランクの演出あるんかな。あ、来ましたね。1枚目。これが S ランクか。おー、鈴木誠也選手。おー、鈴木誠也選手の S と。あー、S か。うん。あとはスキップということで。鈴木誠也選手。あの、持ってるよね、あの、ベスト9タイトルホルダーの方。ベスト9タイトルホルダーの方持ってるんで、ということで3回目行きましょう。うん。これ何やったっけ？え？ 5 回目で S、あー、確定 S ランク。こっからの、あれは何か、S が確定。おー！今の2次か。今のか、今の。今のが SS ランク確定か。じゃあ、これは S ランクのみか。あー、2枚来ましたね。A ランク、加山選手、加山やね。で、長野選手からの次、お、山田選手、次誰やこれ。え、また鈴木、おー、山田さんの S か。おー、山田さんの S 欲しかったんな。あの、2019年シリーズ1から変わってなかったんで、うん。まあ、ドリームリーグね、おー、坂本さん、ドリームリーグなんか1週間経てば、勝手にね、エナジーもらえるんや、250エナジー。プロスペイと違って。お、これは誰や、糸井さん。あ、通常の糸井さん出てきたよ。2020年出てきた。ということで、4回目かなこれで。いきます、4回目。これであれが、何やったっけ、金やから S ラン確定か。え？ SS 確定の演出ないんかな。おお、あ、何やねん。なんか、変な声で。変な声出た。変な声出たよ。1枚目確定と。これは誰や、あ、スキップした。おお、結構いいね。山岡さん被ってないよ。うん。ムーは。ムーは。DJ ジョンソン。ヒゲやばすぎやろ。これね、あの、選手の写真とね、あの、グラフィック用の写真って分かれるんよね。まあ、S ラン、うん。ということで、やばいやばい、ゲップが出そう。250エナジー消費して、660エナジー。ということで、行きましょう。レッツゴー。うん。これで、5回目。これ5回目やね、5回目。ん？ 5 回目は？え、これ5回目やね。あー、なった。5回目でこのレアリティが来ると。これが SS 確定の演出。さあ行きましょう、SS 確定。おー、光ってるのに違うね、色が。おー、よっ。おー、まあまあまあいいでしょう。S ランク山田選手当たったんだけれども、かっこいい。めっちゃかっこいいやん。何これ。めちゃめちゃかっこいい。まあ、500曲がんの ?SS。マジか。まあ、これによって、まあ、S ランクでね、限界突破できると。こっち660。660引きますわ、これ。引きますわって、なんか、関西弁ごたごたペテペテ出てきたけど、もうめちゃめちゃ噛んだ。150、引けるわ。ということで、引いていきましょう。これも10連スカウト。うん。引けるわ、これ。あれ、計算なんで狂ったんやろ。うん。これは、確定、うん。A ランクだけ確定と。S ランク出ないかな。うん、スキップ。
サンズ起きましたね。ということで2回目いきましょう。2回目 S ランク確定か。 SS ではないということやね。うん、神々やね。神々、これは S ランク確定と。ティンが来る。おお、ドリームリーグ S 確定来ました。1枚のみ。あー、ミスターサンタスキップ。誰これ、誰これ今誰これって思った。これ誰、タチの選手、タチの選手やってんの。ほんまに分からん。タテの選手か。あー、プロ1年目の選手か。うん、タテの選手ということで3回目で SS 確定と。あれ、なんでかエナジー数が変になったやろ。うん、こっからの、おーい、かっこいい SS 確定と。あれ、1枚のみね。1枚のみ。2枚来てくれないかな SS。 まあ1枚か。 2.5% なんでね。これやろうって。石川選手、よっしゃ、いい、よっしゃ、石川選手先発枠、エース枠来ました。いや、山田選手の SS、ちょ、めちゃめちゃ噛むんやけど、やばいって。おー、かっこいい。いや、これがね、プロスピに登場したら多分崩壊するね、ゲーム的には。SS は来ないと思うよね。ドリームリーグのみの、まあ、演出かなということで、もガチャ演出終わったんですけれども、あとミキサーがあるんよ、これ。シルエットミキサー。ドスコイ山口、使ってないんで、ちょっとドスコイ山口をね、シルエットミキサーにしたいなと。ドスコーイ。いきましょう。おう、これは S のみか。ああ、変わった。お、これ菅野。あ、東郷選手か。でも4900できた、東郷選手。強ない。2020やからか。まあ、こんな感じかな。あと、ゲレーロ、マシソン。まあ、いいかなと。アダメス。まあ、あとは、まあ、別に何もないんで、まあ、こういうガチャ演出と、まあ、SS ランクが来ましたというね、報告でした。またね、まあ、プロスペエースの画面と、まあ、横画面に戻ると思うんで、まあ、そちらでですね、オチを作ってもらえればな、ということで、以上。はい、ということですね。まあ、動画を見てもらった通り、SS ランクがね、登場いたしました。まあ、これですね、プロスペ A でこのね、レアリティが実装されたら、まあ、プロスペ A のね、ゲームは崩壊するかなと。まあ、多分ね、予想をしますと、まあ、ドリームリーグね、さっきも言った通り誰もやってないんで、まあ、これでね、ちょっと調整してみようかなっていう感じで、レアリティ SS を出したのではないのかなと。いや、多分プロスピではね、もう実施は絶対されないと思う。まあ、分かってると思う、コナミさんも。SS を登場した時点で、まあ、ゲームバランスはもう崩壊してしまう。ことを、まあ、それ一生多分ね、まあ、私 100% 言い切ることはできないんやけれども、まあ、SS は 99.9% ないのではないのかなと。まあ、ぜひともね、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、通知音、ベルマークボタンね、コメントしてもらって SS ランクはまあどうなのかというね、ディベート、まあ、議論してもらえればいいかなと思っております。ということで今回は以上。